皆さんこんにちは。今日はアンパンマンの欲張りさんはダメなんだよっていうお話をやってみたいと思います。それじゃあ登場人物、じゃあおやつだよ。今日のおやつはメントスグレープ。みんな一粒ずつね。はい、どうぞ。メロンパン屋さん、はい、パイキンもどうぞ。はい、アンパンマンもどうぞ。みんな一つずつ楽しいね。俺様もっと欲しいよ。俺様にはもっとメントスをくれ。じゃあ、バイキンマン2つね。いや、もっとだ。じゃあ、バイキンマン3つね。アンパンマンのも、メロンパンナちゃんのも、俺様に起こせ。仕方ないな、あげるよ。私は1個食べとこう。あー、なんかこんだけメントス食べたら喉が渇いちゃった。なんか飲み物、おコーラがあるじゃん。コーラを飲ませてくれ。じゃあ行くよ。俺様からだ。あれ、誰がどこに行ったかわかんないよ。アンパンマン無事かな？うん、アンパンマン大丈夫だったね。次はメロンパンナちゃん。うん、メロンパンナちゃんも元気だね。よかった。バイキンマン。まあ、バイキンマンだけなんかしんどそうだね。あんまり欲張りしちゃダメだよ、バイキンマン。わかったよ。今からメントスをバッと入れて、バッと蓋を閉めたいと思います。3粒ね、いきます。なんか怖くて蓋閉めちゃったけど、蓋閉めてなかったらすっごいかかった。すごい、蓋閉めんかったらよかったね。ごめんなさい。みんな動画を見てくれてありがとう。スマホのアッチャンネルのこのチャンネル登録ボタンを押してね。チャンネル登録よろしくね。また見てね。バイバーイ。